ども、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、各ホテルグループのポイントをブリティッシュエアウェイズのマイレージプログラムアビオスに交換すると 25% 増量キャンペーンっていうのが来ておりますので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回はですね、各ホテルグループのポイントをブリティッシュエアウェイズのマイレージプログラムアビオスに交換していただくと 25% 増量キャンペーンということで今回ね来ておりまして、先日ねカタール航空のマイレージプログラムがこのアビオスになったりですね、このアビオスっていうのは JAL のね国内特典航空券を発券することができるんですよね。でちょっと昔まではですね非常にお得だったわけなんですけども、前回のね解約によってですね、今はね JAL と国内特典航空券のねマイレージの必要マイル数ですね、こちらが同じぐらいになってしまったので、 JAL の国内特典航空券っていうのは、まあ、お得かどうかっていうのはねちょっと難しいところになったわけなんですけども、 JAL マイルとかに比べるとですね、このアビオスっていうのは友人とかね家族以外のね方にも発券することができるということで、使い勝手はねかなりいいんですよね。またねこのアビオスっていうのはですね、こういったねあの世界情勢になるコロナになる前まではですね、まあ去年一昨年ぐらいだったかな、あったんですけども、まあ羽田ヒースローのキャンペーンとかねありまして、こちらね片道羽田ヒースロー、ロンドンのヒースローですね、こちら9750アビオスでねエコノミークラス発券できたりですね、こういったキャンペーンもありましたので、個人的にはですねこのアビオスっていうのはひとまずねこのキャンペーンに備えてですね2万マイルぐらいね保有しといても、まあ、悪くないのではないのかなっていうふうに思っておりますので、気になる方はですね今回の動画ねぜひ最後までご覧いただければなと思います。それはねキャンペーンの詳細なんですけども、こんな感じにね公式サイトになっておりまして、まあ、特にねすごいキャンペーンがドドンって書いてあるわけじゃないんですけども、まあ、25% ボーナスアビオスということで、各ホテルプログラムからですね交換していただくと 25% 増量がね受けられるっていった形になります。で期間がですね2022年4月の19日から2022年4月の25日までっていう風になります。で各ホテルプログラムのポイントからね今回アビオスに交換していただくと 25% 増量されるわけなんですけども、交換元のねホテルプログラムがマリオット、インターコンチネンタル、ハイアットホテルズ、ラディゾングループということで、この4つのねホテルグループのポイントをアビオスに交換していただくとですね 25% 増量はね受けられるっていった形になります。でですね各ホテルプログラムからこのアビオスにね交換していただくと 25% 増量ね受けられるわけなんですけども、このホテルプログラムによってですね最低交換ポイントがね決まっておりまして、マリオットボンボーホテルポイントだったら9000ポイント、 IH リバーズであれば1万ポイント、ワールドオブファイオットであれば5000ポイント、ラディソンリワーズであれば2000ポイントということで、最低交換ポイントがね、設定されておりますので、この点はね、ご注意ください。で、交換完了期間はですね、4週間から6週間っていう風になりますんで、今回ね、25% 増量受けられるわけなんですけども、交換を申請してですね、すぐね、ポイント着弾するわけではございませんので、こちらもね、覚えておいてください。ではね、今回のキャンペーンの注意事項なんですけども、まず今回のキャンペーンはですね、4月の19日から25日までということで、6日間しかねこちらキャンペーン期間なくてですね、また本日はね4月の20日っていう風になっておりますんで、本当にねあと5日間ぐらいしかないっていうのと、またね4月の25日にねやっていただくっていうのもちょっとギリギリでね危ないかなっていう風に思いますので、できればね4月の24日中にですねやっといていただくのはねいいのかななんていう風に思いますので、だいたい4日間ぐらいしかねないっていう風になりますんで、こちらね利用される方はですね早めに利用していただければなと思います。またね今回のキャンペーンではホテルプログラムのポイントをアビオスに交換していただくとですね 25% 増量が受けられるわけなんですけども、日本国内でですね一番ポイントがね貯めやすいのは今回のキャンペーンのね対象ホテルからだと、まあ、マリオットボンボイポイントがね一番貯めやすいかななんていうふうに思うんですけども、マリオットポイントの場合はですね6万ポイントを交換していただくと、本来ね3対1の交換率なんで2万マイルに交換することができるわけなんですけども、ボーナスがついて2万5000マイルにね交換することができるって言った形になるんですよね。で今回のキャンペーンではですね、
25% 増量が受けられるっていう風になりますんで、マリオットボンボイポイントね、6万ポイント交換していただくと、31,250 マイルにね、なるっていった形になるんですよね。まあ、マリオットボンボイポイントね、6万ポイントということで、結構なポイント数になるわけなんですけども、もしね、ポイントに余裕がある方であればですね、基本的には6万ポイントね、交換していただくのがね、お得っていった形になります。それでは次にですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスに関してですね、基本情報をね、紹介していきたいなと思うんですけども、まあ先ほども言いました通りですね、ブリティッシュエアウェイズのマイレージプログラムはですね、ANA とか JAL とかのマイルだと家族にしかね、このマイレージプログラムで発券するっていうことができないわけなんですけども、このブリティッシュエアウェイズのアビオスに関しては友人知人とかですね、お友達誘って航空券発券して一緒に行くみたいなね、まあそういったこともね利用することができるっていう風になりますんで、この点はねかなりおすすめっていった形になります。またね、このブリティッシュエアウェイズのアビオスの有効期限なんですけども、3年間っていう風になってるんですよね。で、3年間にはなってるんですけども、減ったり増えたりするとですね、また3年間延長っていう風になりますんで、まあほとんど実質無期限みたいなね、そんな感じになりますかね。もし有効期限が切れそうになったらですね、マリオットからポイントをちょっと移動すれば、こちらまた延長3年間ね、なるっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、利用していただければなと思います。で、予約開始がですね、355日前からこちら利用することができて、締め切り期限は搭乗の3日前までですね、こちら発券することができます。またね、変更キャンセルに関してはですね、5740円ね、かかるっていう風になっているわけなんですけども、今ね、コロナの関係で9月30日までのね、搭乗分に関しては変更キャンセルね、無料でね、利用することができるようになってるそうなので、まあちょっとね、アビオス帰ってくるにはね、時間かかるそうなんですけども、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。で、こちらもですね、いつまで、一応9月30日までって話なんですけども、まあ利用される際はですね、ブリティッシュエアウェイズね、問い合わせしていただいて、このキャンセル規定をね、確実にチェックしていただければなと思います。まあこういった感じですかね。まあブリティッシュエアウェイズの強い部分っていうのは、やはりね、ご自身以外のね、家族以外の方にも発券ができる点ですかね。で、冒頭にもね、言いましたけども、昔はですね、この JAL の特典航空券発券することができて、またね、JAL のステータスとかも紐付けば利用することができたので、非常におすすめのマイレージプログラムだったんですけども、解約に次ぐ解約で、今はですね、特典航空券が JAL マイルと比べてお得かどうかってやれると、まあ一緒、もしくはあんまり良くないみたいなね、まあそういった形になってしまったんですよね。今羽田伊丹とかね、発券する場合、ブリティッシュエアウェイズで JAL の特典航空券発券しようとすると7500マイルね、片道かかるわけなんですけども、この路線もね、 JAL で発券すると6000マイルで済むっていう風になりますんで、羽田から札幌とかですね、福岡函館とかね、ここら辺もブリティッシュエアウェイズも7500だし、 JAL マイルでも7500みたいなね、まあ、そういった形になってしまったんですよね。で、まあこれがね、羽田から沖縄とか、伊丹から沖縄とかですね、伊丹から札幌とか、まあここら辺の必要マイル数もですね、ブリティッシュエアウェイズの方はもう1万マイルみたいな感じになってしまって、ここね、JAL マイルであれば7500とかで取れるんですけども、まあこういった感じでですね、JAL マイルで取るより、ブリティッシュエアウェイズでね、取るっていうのはですね、やはりね、そんなにお得にはね、ならなくなってしまったんですよね。ブリティッシュエアウェイズのね、強い点っていうのは、まあご自身以外のね、発見ができますんで、友人知人をね、誘って、国内旅行で行かれたい方はかなりいいのかななんていうふうに思うのと、ロンドン路線ですね、羽田からロンドンとかですね、今はねちょっと欠航してるみたいなんですけども、東京からロンドン、エコノミークラスでオフシーズンで片道ね 19,500 マイルでね、利用することができたりですね、こちらビジネスだと75,000、ファーストでも102,000みたいなね、まあそのぐらいでこちら利用することができるっていう風になりまして、今欠航してるんで、またね再開したらですね、このぐらいの必要マイル数でね、利用できるのかななんていう風に思うんですけども、まあ冒頭にもね言いました通り、この羽田からロンドン路線っていうのはキャンペーンがね数回今までねありまして、片道ね羽田からロンドン9750マイルでね利用できたこともありますので、ですので個人的にはですね、このキャンペーンね狙って2万マイルぐらいね保有されておくのはですね、かなりいいのではないのかなと思います。それではですね、実際にやっていきたいと思います。私はね、6000マイルぐらいだったかな、多分持ってるんですよね。まあ先日ね、動画でも出しましたけども、まあカタール航空のね、キャンペーンで、5000マイルがね、入会キャンペーンでもらえて、まあそれがね、アビオスになって、で、アビオスをね、統合して、
私は6000ぐらいね持ってるんですけども、個人的にはですねやはり2万マイルぐらいですね、この次のキャンペーンに備えてですねちょっと持っておきたいなっていう部分がありますので、今回ねマリオットボンボイポイントからブリティッシュエアウェイズのねマイレージプログラムの交換ね実際にやっていきたいと思います。ちょっとねここに画面出しておきますけども、これはね普通にマリオットのポイントをそのままねブリティッシュエアウェイズのマイルにね交換するだけっていう風になりますんで、まあ手順的にはですねそんなに難しくないんですよね。 ANA とかJAL とかもそうですけども、普通にマイルをただ単にブリティッシュエアウェイズのマイルに交換するだけっていう風になりますんで、まあ一応ね参考程度にね見ていただければなと思います。ではね交換していきましょう。このポイント交換の画面はですね公式サイトと一緒にね概要欄に載せておきますので参考にしてください。ではね行きましょう。これですね、トランスファーポイントですね。ちょっとねなんで日本語で表示できないのかわかんないんですけど、まあとりあえず英語表記になってるんでまあいいでしょう。で次のページにね行くと、マイレージプログラムね選ぶ画面がありますので、ここでですねブリティッシュエアウェイズね選びましょう。ブリティッシュエアウェイズエグゼクティブクラブですね。で、フリエントフライヤーナンバーということで、これがですねマイレージ番号っていう風になりますんで、ここにねブリティッシュエアウェイズのマイレージ番号をね入れていただきます。ではね番号を入れました。そしたらね下の方にですね交換するポイント数をね、入力する欄がありますんで、今回ね6万ポイントね交換したいと思いますんで、ここにね6万と入れましょう。ではね入力ができたら1枚下のねコンティニューを押します。それではね次のページでコンバートですね押しましょう。そうするとねメール認証が来ますので、メール認証ねしましょう。ではコードを入れたらですねベリファイですかね、これ。ではね最後に Enjoy Your Flight ということで、これでね交換が完了したっていう形になります。ということで今回ですね、過去ホテルプログラムのポイントをブリティッシュエアウェイズのねマイルに交換していただくと 25% 増量キャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、まあ個人的にはですねブリティッシュエアウェイズのアビオスはね、まあ2万マイルぐらいはね持っといた方がね、キャンペーンが出た時にですね瞬発的にね動けるかなっていうふうに思いますので、結構いいかなと思うんですけども、過去ホテルポイントのね元々がないとですねこちらもねちょっと参戦できないので、まあ、もしね利用される方いらっしゃいましたらですね、ぜひね参考にしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。